ビンゴガスリの生地を利用したザフトン、富田久三郎の功績を称えた石碑。スサノオノ神社ビンゴガスリは、広島県福山市新市福山市芦田町で製造されているカスリ。イオガスリ、クルメガスリとともに、日本三大カスリの一つともされる。麺が主で、絹、ウールも生産されていたことがある。現在は麺だけの生産となっている。もともと、福山城主。 水野勝成によって、福山沿岸部一帯は、綿花の栽培が奨励されていた。江戸時代後期の文久年間に、広島県福山市足田町下あり国佐古在住の富田久三郎が、中田山氷へから、岸島という浅木がすりの木の織物を見せられ、これにヒントを得、手引き糸を使って、縦糸の一部を竹の皮でくくり、それを染めていげたがすりを考え出したのが、 ビンゴガスリの初めである。クルメガスリの技術を応用したという文献もある。当初は文球ガスリとも呼ばれ、女性用の工作作業着として用いられた。明治以降全国に進出し、太平洋戦争中の中断を挟んで、昭和35年には年間330万単を生産、国内のガスリ生産の7割を占めた。当初は麺が主体であったが、 次第にウールガスリも生産されるようになった。生産工程の大半は、家内工業で実施され、各家内工場を、馬や、トラックなどで製品を運搬するという非効率的な生産方法であったが、昭和50年代中頃までは、福山市新市町や足田町では、ビンゴガスリを生産する食器の音が聞こえる過程が少なくなかった。藍染めなので虫や蛇を寄せ付けない効果があり、 鉄麦糸の厚みのある綿生地なので丈夫で保温性にも優れていた。しかし、その後は急速な洋装化によって、かすりの需要が激減した。浴衣などの多様化も試みられたが、もともと作業着用の生地であり西陣織のような高級化による差別化は困難であった。最盛期には200社余りで年約300万単製造が、 行われたが、現在では2社での少量の生産にとどまっている。後継者不足のため、ビンゴガスリ共同組合は、福山市の伝統的工芸品伝承事業の委託団体に、登録、国のふるさと雇用再生事業を活用して2010年5月より2名を新規雇用して研修させるなど、事業の存続への試みが行われている。ありがとうございます。